vs. the world。目撃者を排除するわよ。はっ、くだらないな。バーン。敵を確認。敵を確認。くだらないな。バーン。ロックオン。くだらないな。敵を確認。はっ。
任務完了、帰還します。はあ、やっ、はい、あれは？まったく。おお。エリーゼさんのおかげですぐに到着できそうですね。まあ
この程度簡単なものに。到達時間が契約時刻より2分早まりましたね。報酬の再計算が、さっきから契約の話ばかりだけど、一体どんな契約を結ぶ。オークション会場の護衛契約のことですよ。オークション会場のガードマンは、ここのガードマン全員二重スパイですので、あなたの組織との契約と同じくらいマフィアとの契約も。片方の契約はすでに完了しましたので、これ以上は二重スパイ。一体どういう。ごめんね、いい子のラフィーナ。あなたまで巻き。アンドリュー。はい、お嬢様。ラフィーナ、本当思い通り動く。たまにはパパの話に従うのも面白いことがあるも。パパ、あなた本部には家族がいない孤児だったそれ信じてたの。情報偽装能力、私の父は生きているわ。このパーティーもパパのビジネスの成功祝い。このパーティーがあなたの父のために開かれているですってそう、そうよ。私のパパこそ。私はパパの命令であんたたちを捕まえるため3ヶ月前に、つまり私は最初から裏切り者だったわけ。冗談ではないみたいね。いいわ、一つ聞いてもいいかしら。じゃあなぜ最初に侵入。やろうと思えば簡単なことだったでしょ。パパに一度痛い目に遭ってほしかったからよ。私を道具みたいに扱ってたんだもの。一度くらい驚かせ。たかがそんなことのために私、この裏切り者信じていたのに悔しい？悔しいわよ。自分より下に見ていた奴に反撃される気分、存分に味わっ。アンドリュー、いったたたた。あいつちょっと、ま、ここまでは計画通り。そろそろ本当の作戦。まずはラフィーナを起こさないとね。まあ、
Thank you.
ああ。